カイトだ。 KJ アートに着いた。お前は？近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？相手は関西の教令会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし、それに、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか？ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ、いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。あ、まあ。で、目を引くって何やんだ？それはそん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。うん、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図。なんや今の。村瀬のクソガキいるか？元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ、こら。おお、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。行け、タボ、今がチャンスだ。分かった、死ぬなよ、怪盗さん。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。あれもう終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。少しだ。よし。よし。帰りたいんで。
おい、さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。少しだ。よし。もう少しだ。よし。おい、こら！誰の方が？いい加減にしろや。え、クソが。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。上や。応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は？言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。
よし、もう少しだよし、よし、聖夜の妹だな。もう大丈夫だ、助けに来た。八神やろ、いつの間に。その子解放しろ、今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない、いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど、あんたらも仇の監禁はヤバいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれで芝居や。はい、脅迫罪、また一個罪重ねたね。クソだ。おう、このガキ口きけんようにしとれ。そこにおれや、八神。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き民のあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだ分からない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、久米はアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。
こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。分かったわ。行けや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。え？ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか？え？いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。
そして残念なことに、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただし、その協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば、被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか、それなら結構です。2018年、カムロ町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だったカムロ町の探偵八神孝行は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。
神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。こないだの組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠し切ったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分がムショにぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。分かった、聞いてみる。よろしく。